こんにちは、皆さん。おはようございます。今日はね、グルメ企画行きたいと思います。普段ね、ここに住んでる、僕たちが住んでるとか田舎なんで24時間っていうご飯屋さんがないんだけど、ご飯屋さんまで行こうと思ったら南の方に下って岡山 市内の方に行っていつも食べてたんですけど、昨日ね、僕のベストフレンド、マイフレンドのジャスティン君が秘密の場所を教えてくれたんで、これからちょっと偵察がてらそこに食べていきたいと思います。今度からそこが僕たちの24時間の、食べるご飯屋さんになると思うんで、ちょっと行っていきたいと思います。行きます。行きます。キクリちゃん、ピーチェー、じゃあね。今動いてないからいい。うん、きくり、よし、出たんやんか。はい、ということで、僕たちの新しい24時間のご飯食べる場所は今坂近辺、ショータウン近辺の食べる、まあ、みんな知らないとこは実はサービスエリアでした。じゃあこれから駐車場が空いたら、ちょっと食べに行こうかなと思うんで、よろしく、お願いします。ああ、多い。大丈夫かな、ここ。牛骨ラーメン。多い。多いな。オリバウドン B の4分の9時6番のお客様、お待たせしました。こっちは今日多いんで、ここは多分24時間な。多分24時間空いてる。カツトジ、カツトジあるし。ラーメンないな。それ。カツでもいいな。それか、これ。はい、とりあえず今サービスエリアなんだけど、今日はゴールデンウィークのラスト。5日。なので、あっちの入ってすぐ の食券で買うとこはちょっと断念して、その横の、レストランで今日はご飯食べたいと思います。まあ、24時間は多分食券の方なんで、今度夜2時3時4時お腹すいたよ、食べに行きますね。とりあえず、食べたいと思います。そうだろ、はい、とりあえずカツトジ、カツトジ御膳食べます。食べます、いただきます。はい、ガーリックのいい匂いじゃないか。熱いよ、でも夫婦してよ、夫婦して、おいしい。あ、そこか、そっちビデオ撮るから、そこでいいんじゃない。外で行こう、ビデオ、ビデオ撮るよ。うん、おもちゃいらん、おもちゃいらん、ノート買うでしょ。あ、いない、どこだったかな、ちょっと通る。大丈夫。どうしよう。
アイスください。アイス。It's show time. もうビールよ。うわすごい。というわけで、今回ちょっとグルメツアーの24時間営業、まあ、ちょっと横のレストラン行ったっけ24時間じゃないけど、それは、まあ、普段はそのカウンターの方でな、あのチケット販売の方でこだわって24時間営業のご飯屋さん、まあ美味しかった、美味しかったです。値段はちょっとやっぱり高いけど、サービスエリアサービスエリアちょっとプラスアルファ取れるけど美味しかったな、うん、また今度行かにいけんな。というわけで、これからちょっと、キコリちゃんの散歩に行ってきます。はい。はい。3、2、1。